こんにちは、根本です。パワプルアプリやっていきます。今回は、春英高校で C ランク以上オリジナル変化球持ち優勝投手作りたいと思います。早速行きましょう。で、今回のデッキがこんな感じです。青葉、水木、いじり、妹ちゃん、葵、スバルと。で、ビンゴチャレンジの一つ、春英高校で優勝しよう、オリジナル変化球を取得しよう、C ランク以上の投手を作ろう、あとできればカラスマ呼び戻そうを達成できればなというメンバーで組みました。なので、レベル上げ終わってないやつもいますし、なんか遊びに来た感じです、完全に。とにかく、そうですね、解説しないとな。とにかく、折り変積んで、オリジナル変化球はなんとかここで終わしたいと。で、できれば、カラスマーも一緒に終えて、他の C ランク以上、そうですね、カラスマーとあと、春英高校優勝。ここはなんとか終えて、C ランク以上投手は最悪できなくても他校でやればいいので、やれればなという感じで組んでます。で、初期値こんな感じです。スタミナ20か。行きましょうか。で、どうしようかな。なんか取得しやすい。まあいいか。葵ちゃんから上げていきましょうか、スバルト。お、いいですね。で、僕、こいつが4人目かな、ビンゴ。結構穴が埋まってきていて、これをクリアしてもそんなに穴が埋まらないかもしれないです。ただあと10万とかもやんなきゃいけないんでね。あ、ぼちぼち空いた時間使いながら、まあ、やっていければいいのかなっていう感じですね。で、まあ、折り辺を走らせたいので、個人的に成功率が高そうなスバルと葵を早めに呼び戻して、イベント走らせたいけどな、どうすっかな。ちょっと悩ましいですね、その。結局、カラスマを呼び戻すというところがあるので、これこんなに折り辺積まなくてよかったかな。もしかしたら、デッキの前跡を22とかにしてやった方がやりやすいかもしれないですね。で、ダメだ。彼女できなかった。で、雑用できそうにないな。これはクソ選手の予感ですね。初期値といい。来ない。やめとこう。お、いいですね。お願いする。とこねえな。変化でも行きますか。変化でも、まあいいか。スカウト行ってきます。そろそろ試験あるな。変化球覚えられない。変化行った方がいいっすね。変化球覚えられない。もう遅いか。まだ大丈夫か。277。今回は、まったり見てください。本当に。お、覚えられる。何でしょう。スローカーブがいいかな。読み戻す。青い。よし。で、今回は、なんか遊んでる感じなんですが、
真剣に守衛に来るときは低めをのコツを持ったキャラ、おーっと危ない危ない危ない、を連れてくるとコントロール低くても結構制球つくのでやりやすいんじゃないかなと個人的には思ってます。おー危ない危ない、お、これ来たぞ、よし満点意味もないですけどねあんまり、よしで、呼び戻しでスバル対戦だよな、打ち取るかな、カラスマ呼び戻したいからな、ここのスバルはそんなに強敵って感じでもないかもしれないですよ、全然入らない、ただ勝てました。よし、あ、めっちゃいい感じだこれ、呼び戻しかけようか迷うな、葵ちゃん進んだし前呼び戻すか、前しかいない、ダメだ、お、びっくりした、そうか C ランクもやんなきゃいけないですね、なかなか難しいな、バランス取るのが、よし、一つ静か行ったら、おー優秀、今回全然間に合わないんじゃないかなと思ったんですけどね、追ってもないんで、よしこれで、うん、ダメだかな、スバルくん、さて、おお光ってる、これは行った方がいいかな、スバル行っときましょうか、うん、スバルのイベントはこれであと1回、もう1回あるのかな、あれ呼び戻すか、水木、青い進め、くそ食い目ばっか進みやがってって感じですね、青葉、おいおい青葉全然呼び戻せない、もう青い一点狙いですね。これで。で、カラスマーもあるから、そろそろ呼び戻したいんだけどな。スローカーブ。お、ようやくだ。3回目ですね。そろそろまた試験ですかね。低め直取りでいいな、あーそうかイベントで一応くれんのか、どうしよう、あもうもらっちゃいますわ、んでこれやばい、カラスマも呼び戻せるんでこのままじゃ、よし、さて低めも取ったし大丈夫だろう、なんとか満点いきたい、わーこれはうまい、あやばい、大丈夫だよな、危ない危ない、大分かと思いました、二軍に落ちるだけか、
もう打たれても大丈夫ですね。いやー、ちょっと高打者だったな、こいつ。やば。よし。カラス呼び戻す。これ C ランク大丈夫かな。ナイスコマス。ああ、踏んなかったか。よし、一個達成できましたね。あと降りへんだな。俺もその球が投げたい。で、練習しましょうか、そろそろ。いじり強い。断る。そうか、これデート全く行ってねえな。それもそれで良くないな。うん、青葉レベルの割に結構くれますね、ポイント。デートしよう。青葉からなんとか脱三振のコツをもらえれば静かの金徳が軽くなるんで。うん、なんかそれなりだな。決して良くはないんですけど。お、幻の一球。よし、ちょっと葵さん早く進んでくださいよ。青葉頼む、くれ、コツくれ、とにかく。よし、よしよし、投手取りますか。はい、サンキュー。よーし。お、いいぞ。気分転換したら。これ、青い頼むぞ、マジで。で、シュート系かな。水木、ダブルタック。突っ込んじゃえ。オッケー。ああ、これイベント起きねえな。やべえな。デート。サイガと勝負。負けそうだな。皆さん、こういう敵のボールは投げないようにしましょう。オッケー。うん、で、球速青いと。Cランクはいけそうだな、なんとか。うん、これ3回やんのか、結構重てえな、やっぱ。
まずいな、これ後指か。投資だし、しかも。スローボール覚えたいな。で、今回は特に勝負せず、そのまま静かに頼んじゃいます。まず。なんとか退部にならないようにいきたいですね。一軍に残れりゃ OK って感じですね。なさそうだな。全然ダメでしたね。よし。ダメ。で、ひじりか。22ずつ。イベント起きねえな、やべえな。で、静かの評価も多分足りてないですね。ちょっと追っかけてあげないとマックスいかない感じだと思います。うん、そうだよな。うん、かといってこれに行く気もないな。1500か、つらいな。お、いいぞ。これでリーチですね、スバルと葵が。なんとかいけるだろう。よし、ここかな。お、いい、来いって。思ったの。で、コントローラー開けて。スタミナもちょっと気にした方がいいかな。うん、ゲーセン前行ったな。うん、監督いるし。いらん。スバル、クソ。やべえ、来ねえ。デートするか。あらべ。これでいったろ、大体。大体大丈夫だろ。もうちょいか。うん、いいね。喫茶店か。スバルくん。おいおい、ちょっとイベント走ってないぞ、マジで。お、来た、頼むよ。お願いします。やってみる。ここをこうやって投げる。ビュー、ククク。おお、投げられた。よーし、ここ頼む頼む。一軍残らして一軍残れたら何でもします。
よし。折り辺覚えられた。ちょっとイベントの組み方が良くなかったですね。重たい感じにしちゃってましたね、自分で。ひじりが重かったな。うん、これシュートでいいから。やばい。おお、危ねえ、危ねえ、危ねえ。一応マックス取れましたね。C ランク大丈夫だろう、さすがに、これだったら。で、あと脱三振欲しいぐらいか。ありがとう、小平くん。よし、これ静かマックスだな。水木全然くれないからな。乾燥しそうですね。あれも低めだったかな、でも。まあ、大丈夫でしょう、サクッとで、ここは。春英高校なら。スタミナ全然ね。変化球はいい感じだな。これ両方取れるもんね。じゃあ。お待たせいたしました。もう C ランクいってねえかな。いってねえか、さすがに。E ランクですね、まだ。まずいな、ポイントないぞ。あとはできれば優勝していきたいですね。そうするともう春英高校はおさらばって感じですね。カラスマも呼び戻したし。さすが。よし。そうか。ノーアウトか。まじなんか全然入んねえな。もうちょっと手欲しいぞ。ちょっとあんまり安心できないのと、スタミナないんだよね。でもひじりだよな、キャッチャー。さすがに。を入れてるので、試合の勝ちやすさ的には、多少あるはずですね。キャッチャーの特納とささやき入ってるんで。そういう意味でも僕はキャッチャー優秀なやつ入れた方がいいかなと思います。欲張って、そのコンボがたくさんできるデッキにしてしまって、ちょっとイベントを重くしてしまったっていうのは反省点なんですが、キャッチャーは誰か、入れといた方がはかどるんじゃないかなって感じはします。キャッチャーが強い高校、例えば波動とか、であればあんまり関係ないですけどね。おぉ。完封いけそうだ。サイガー様に勝たせていただきました。うん、なんか青葉頑張るな。
お、乾燥した。低めだったかな、これ。うん、そうだよね。うん、これ、勝てる気しないんだけどな、あんまり。まあ、サクッとでいきますか。シュー、スローカーブか。うん、筋肉ばっか余ってるな。行きましょう。お待たせいたしました。我らが雑賀様が何とかしてくれるはずです。やばい。第9初球超スローボール空振り。タイミングあんまり球数使いたくないっすよ。これもしかし空振り。第3球を高め空振り三振。中根かといってストライクゾーンで勝負したら速攻的に取られそうですね。打ちました。引っ掛けた。当たり損ない。よし、よかった。藤平そのままです。第9ボール。第2球投げました。空振り。第3球を投げました。第4球を投げた。超スローボール決まってストライク。投げた。直球。空振り三振。よし。おっと、これ厳しいぞ。なんかすげえいいバッターなの、こいつ。第9、インコース低め、ストライク。これで木場金原だろ。第2球、そうや。またも空振り。これで追い込みました。5球は3球目、高め、空振り三振。中根。第9、ストライクはもう。踏んないよな、君は。第2球、投げた。超スローボール見送ってストライク。第3球を投げた。選球眼持ちってほんと振ってこないですね。第4球を投げた。スローボールストライク。アウトローへ。少し意識しすぎたか。投げました。ボール。カウントは3ボール2ストライク。よし、ランナー一斉にスタートします。三振。テンクレモット。よし、さすが、さすが古代だけど結構抑えてますね。まだ1アンダーみたいですね。第9、スローカーブはストライク。第2球、投げました。第3球を投げました。うん、あとマリンボールの変化量を上げたいな。第4球を空振り三振。低めの変化球です。なんとかここで抑えたいですね。3番からかなり強力なんで。初球空振り。第2球、投げました。投球は3球目。3球目空振り。バッター追い込まれました。投げた。空振り三振。得意のジャイロボールで仕留めました。まあ全然楽々じゃないですか。ここで打たれなければ。第9、直球ストレート。タイミング合いません。投げた。ストレートはボール。カウントは1ボール1ストライクです。投球はこれから3球目。直球空振り。ワンボールツーストライク。うん、出さしてほしいな。ストレート空振り三振。これはまあもう打たれても大丈夫でしょう。初球はストライク。この回降板。第2球投げた。第3球を空振り三振。得意のジャイロボールで仕留めました。うん、OK ですね。なんとか完封勝利でした。ちょっとここまで来たら優勝したいっすね、正直。もうちゃっかりとかピンチャン使った方がいいっすね。そろそろ痛い目見る頃ですね。うん、ダブルとか来てくれてもいいんだけどな、そろそろ。うん、これ絶対勝てないやつですわ。絶対勝てないやつですわ。まあ、大体いいだろう、変化球は。おそらく、勝ちを取ろう。それなりに、
まとまってきたかな。お待たせいたしました。なんとか優勝してもおさらばしたいですね、秀平と。結構やっぱ試験が時間かかるんでね。第9球初球空振り、タイミング合いません。第2球投げた。第3球を直球、空振り三振。中根見事なピッチングです。第9球センターへ持っていった。これはヒットになります。俊英先制、池上タイムリーヒット。サイドも絶不調。第1球初球シュートは空振り。第2球投げました。打球は左中間に上がっている。ヒット。俊英さらにちょっとあまり試合が長くならないようにある程度点取ったらもうバウンドアウトをしようと思います。打球は右中間に上がった。センターの後ろ、もういいかな。俊英この回4点目。うん、やっぱキャッチャーひじりだと安定しますね。ボールを取る、一塁送球、掃除取ってアウト、スリーアウト。まあ大丈夫だろう、さすがに。うん、安定するな、中根くん。そんなにすごいピッチャーでもないんだけどな。投げました。ボール、カウントワンボール、ワンストライク。第3球を投げました。打った。おい、ショート。やばいこれ。ショート異常に下手でしたね今。お、Cランクになってますね。オッケーオッケーと。で、ちょっと待ってください。今ショートがクッソ下手だった。FFF か。ショート転がしたらヒットです。一個一個。オッケー。全然オッケー。さすが小平。第9、ストレートはもう。ここはもう1点取られてもいいんで。なんとか1点で抑えたいですね。ピッチャーから一塁送球。これ大丈夫だろう。5番、最寄り。第9打ちました。ああそう、藤平一塁踏んで。第9初球空振り。さあ次の投球、これは見送ってボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました。打ちました。ピッチャー返し、中で今拾った、アウト。これで2アウト。結構ピッチャーゴローは打球反応つけとくと取ってくれることが多い気がします、体感で。なんで取れるなら取りたい特能の一つですね、打球反応は。 OK。 うーん、まあいいか、これはさすがに無理しなくて。メンタルいけますか。うん、これもピンチャンで勝ちましょう。もうここまで来たらさすがに優勝を目指しましょう。で、そうだな、技術使いたくないな、あんまり。球速上げられそうなんでね。あ、上げればいいか。頑張って145くらい目指せればいいっすね。第2球投げた。おお、危ない球、ボール、はっきりしたボール球。カウンター2ボールノーストライク。シンカー見送ってストライク。第4球を投げた。ピッチャー返し、センターバックホーム、若林。またゼフチョウの話。中間守備を取りました。第1球見送ってストライク。さあ次の投球投げた、これはボール。ここはよく選びました。カウントは1ボール1ストライクです。当てていくか。投げた、掴んだ、これでワンアウト。第9投げた、ストレート。投球これから2球目、ストレートはボール。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げました、ストレートはボール。アウトコース高め、ツーボールワンストライク。バッティングカウント。さあ犠牲フライになるか。取った、三塁ランナーのタッチアップはどうだ。俊英まずない。6番、第9
なんとか4点5点ぐらいは取りたいですね。打球はレフトの左へ、ダイレクトフェンスに当たった。俊英さらに1点追加、6度タイムレース。第9ナイスプレー、ベースカバーに入る。ここはファインプレーに阻まれました。2番第9投げました、見送ってボール。第2球投げました、ダメだ、打てない。真面目にやってるのに打てない、下手なのがバレてしまう。お、やばいぞこれ。あ、ラッキー、川狩りがバントの構えをして、初球バント、これがショーフライになって掴みました。こいつ極端っすね、 SG か。第9、初球超スローボール空振り。第2球投げました、ショートがゴミだからな。第3球を投げた、見送ってストライク、バッター追い込まれました。なんとかブーに回る前に終わらしたいっすね。こいつ強えな、 AC か。第9やばい、ライト取りました。これで3アウト。7番、ああいうことがあるんで、やっぱり点はある程度は取っておきたいっすね。取れない、スリーアウトチェンジ。結局これやばいやつだ。第9、1球でストレート空振り。第2球投げた、今日はもうフォアボールでもいいぐらいの気持ちで。空振り三振、中根ナイスピッチング。でこれ1点取られてもいいから勝負する。第9、スローボールストライク、インローへ。第2球投げました。第3球、一つ外したボール、カウントはワンボール、ツーストライクです。この1ドットに投げられるかどうか大事ですね。まあこんなこと言いながら俊英の試験で散々外したんですけどね。外角低めいっぱいストライク、まずは決めてきました。投げました、打った、ピッチャー返し、ブンブン1点返しました。奥山タイムリー、俊英ダイヤ陣はゲッツー体制。第9ストレートはボール、まずは高め。第2球投げました、超スローボールはボール、カウンター2ボールノーストライク。第3球を、うわすごいな、小平のおかげで点は取られなかったですね。第9、初球外れても、セカンドショートは大事ですね、強いやついると全然ちゃいますね。第3球を投げました、真面目に投げてるのに抑えられない。打ちました、ボテボテの当たりはセカンドゴロ、アウト、スリーアウトチェンジ。やばいな、これよかったよかった、クリーンナップはもう取ってました、ね、第9、直球ストライク、高め、少し迷ったか、投げた、このボールも空振り、ドットがもう出ないな。第3球、一つ外してボール、カウント1ボール2ストライク、投げた、ボール、大きく外れました、カウント2ボール2ストライクです。投げた、空振り三振、バッターは第9、初球空振り、重そうなストレート。第2球投げた、第3球を投げました、投球これから4球目、もうカウントは2ボール2ストライク、投げました、スローボール、空振り三振、2者連続三振でピンチ。なんとかいけるだろう、下位打線だし。第9、見送ってストライク、まずは入れてきました。第2球、ボール、高め、カウント、ワンボール、ワンボール。先頭はなんとか抑えたいです。投げました、打ちました、これはセカンド真正面、アウト、これでワンアウト。いやー、小平のとこ、転がしとけば勝てるって感じですね。第9、インローギリギリいっぱいストライク。第2球、投げました。小平のとこ転がした。第3球を投げました。決まったストライク。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。危ない危ない。第5球。ないねえな。ホームランじゃなかったな。やばい。やばい。第9。アウトコース低めいっぱいストライク。まずは決めてきました。第2球。これは見送ってボール。外れてワンボールワンストライク。投球は3球目。超スローボール決まってストライク。
よし。ストライク、空振り三振。第1球、初球空振り。投げた、これも空振り。やっぱドット出ねえな。第3球を投げた。外角か、セカンド転がしたいかな。第4球を投げた、これは引っ掛けた。3球間の打球、気迫を見せましたが、ここは及びません。なんとか1点取って終わりたいですね。第1球投げた、外角低め、見送ってストライク。まずは見送りました。さあ次の投球投げました。打球は右中間に上がっている。ライトの後ろ、ワンバウンドヒットになった。小平、いいバッティングを。ブンブンバントに備えて浅い守備位置を取っています。ボール。第2球投げました。ファインプレー、セカンドから一塁送球。ただランナーを進められました。第1球外れた。ボール。満塁策かな。第2球投げました、見送ってボール。2球目も外していきます。投げました、宮内、勝負してもらえません。投げました、ここは歩かされます。こいつでしょうか。第1球投げた、ライトの右、フェンス直撃、ボールは中継。勝てました、なんとか。なんとかボロボロになりながら勝てました。全くスマートじゃないですけど勝てました。まあ勝てばいいんです、勝てば。でこれそうか、優勝しないといけないのか。で変化球でいいか。じゃあもう投球は任せてボコボコに虹谷に打って終わりましょう。打てるかな。まあこれでいいか。うん、これ球速上げたの間違いだったかもしれないですね。145いかなそうだな。いけて140ぐらいっぽいっすね。まあ、なんとか優勝したいぞ、ここまで来たら。第9投げた、外れた。ボール、わずかながら外れています。第2球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。投球はこれから3球目、見送ってストライク。第4球を投げた、見送ってボール、平行カウント。次は5球目、ボール、ボールカウント、3ボール2ストライク。肩越しにランナー見た、投げた。それは無理。2塁送球、2塁アウト、アウト、ゲッツー。第9投げました。アウトか。センターフライ、飛距離は出ていません。マジいな、頑張ってくれてる間に点取りたいぞ。第9投げました、低め、外れてボール。バッターよく見ました。第2球投げました、ボール、カウントは2ボールノーストライク。第3球を投げました、センターへの打球、きっとボールは中継。 OK ですね。これ優勝できそうですね。天空バックホーム体制。第1球投げました、よし。センターへ飛んだ、ヒットになります。センターからセカンドへ、バッチリですね。さすがに勝てるか。5番。第9投げた、打球はこの間の大活躍が。俊英1点入りました。4対0。ゆずみちゃん。第9ボール、ここはよく選びました。投球これから2球目、センターへの打球、北岡掴みました。これで2アウト。第9投げた、打ち返した打球はセンターへのフライ、掴んでこれで3アウトになります。まあ大丈夫でしょうと信じたい。やばいな、ちょっと真面目に言うと。第9ボール、真面目に打とう発言からのゲッツーの未来が見えますね。カウンター2ボールノーストライク。第3球を投げた、センターへのフライだ、取りました。ボールは中継、これで2アウト。第9外れた、ボール、わずかながら外れています。さあ次の投球、本当に真剣に点取った方がいいですね。怪しいですね、2点差。第3球を投げました、よし。
これ大丈夫だろ。なんとか優勝できました。なんとか面目保てたな、これで。ちょっと途中怪しかったっすけどね。これでビンゴもしっかりと。先発でいいのかな。まあ中継ぎにしますか。うん、結局奪三振のコツは取れなかったですね。あんましアオバーを追わなかったっていうのもありますけど。5000点いかないぐらい。オリジナル変化球。まずいな、取れないな。ドクター K 取れないな、せっかくなのに。伸びとかも取れないな。変化球やめるか。やめても何も取れない。うん、やっぱ球速上げたのが間違いでしたね。取れるやつ取っていきたいな。綺麗な。もうちょっとだから取りたいんだけどな。取れないな。玉持ち取りますか。玉持ちと、玉持ち取るんだったら伸ばすか。しかし何も得るものがない。お、これでいいかな。で適当に幅引とか取れないか、さすがに技術さんでか。適当にパワー上げて終わりましょうか。これで十分だろ。よし、できました。 B くらいは、A は言ってましたね。なんとかオリヘン、カラスマ、春芸優勝、その他もろもろ達成できました。まあ大丈夫だ。お、大丈夫のメッセ2つ。カラスマ指戻し、 C ランク以上、折り変、チャリンか、ビンゴー。めっちゃいい声ですね。お、PR ガチャ券2個。僕、PR ガチャ券めっちゃ溜まってるんですよ。その前の更新イベントとか、その前のイベントとかでもらったやつ使ってなくて、なんかいい機会があれば、まとめて使いたいなと思ってます。めっちゃビンゴするな。OK と。というわけで、なんとか一発チャレンジでいけました。ああ、よかった。これでまた別の高校、今度聖堂とかですかね。優勝しながら、なんか、潰せるやつ潰していきたいなという感じです。今回の動画は以上となります。もしよろしければ、皆さんから見て、動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、ツイッターのアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また、次の動画でお会いいたしましょう。